第22飛行隊は、かつて航空自衛隊飛行教育集団第4、航空団霊下にあった飛行訓練部隊。1978年に松島基地で新編され、2001年に兵隊されるまで T-2 による戦闘機操縦過程の教育を行っていた。第22飛行隊は、航空自衛隊2番目の T-2、 訓練飛行隊として1978年4月5日に松島基地の第4航空団霊下で新編された。第22飛行隊での教育課程は当初基本操縦課程終了後に行われる60時間の戦闘操縦課程を担当していたが、1986年9月30日から戦闘操縦基礎課程と戦闘操縦課程を 統合した100時間の戦闘操縦過程を開始し、翌1987年4月17日からは F-15、過程に進む学生への40時間の F-15、準備過程を開始した。1996年から T-2 の用途廃止機が出始め、航空自衛隊の飛行教育過程の再編により、第22飛行隊は2001年3月27日に、閉隊し、 23年の歴史に幕を下ろした。兵隊時点で、総フライト数約14万5000時間、無事故飛行6万93.8時間を達成し、要請した学生は746名に上った。第22飛行隊の部隊マークは、当初、第4航空団によって制定された緑と黄色の松葉マークだったが、1986年に4の字をデザインしたマークに変更された。 このマークは同じ松島基地に所在する第21飛行隊と識別するため白縁に赤色で描かれていた。ありがとうございます。